今日はうまく喋れるかどうかわかりませんが、ともかくビデオを作ってみます。久しぶりに英文解釈とかそういうような英語そのものの話じゃなくてね、まあそうですね、まあ、人生の話というかそういうものをしてみたいと思いますが、いろんな勉強してる、まあいろんな、64になりましたけども、まあほんの数年前からね、初めて生まれて初めて社会というかね、社会に目を向けるようになったんですね。もともと僕は数年前まではどっちかというとね、幼い時から自分のことをばっかり考えていた。いや、これは自分勝手だったという意味じゃなくて、自分の心の中の苦しみだけでもね、それから他の人の周りの人の心理的な心の中の苦しみだけでももうものすごかったからね。だからね、社会全体のことを考える余裕がなかったんですよね。政治だとか経済だとか、社会全体の動きとか歴史とかね、そういうこと全く考えられなかったです。新聞も全く読まなかったです。僕が高校の時にね、高校2年の時にアンケートクラスでやったんですよね。45人クラスにいたんですけども、45人のクラスのうちね、クラスに45人いるうちね、その時の日本の総理大臣の名前を知らなかった、日本の総理大臣の名前を知らなかったのは僕ともう一人だけ、45人のうち2人だけだったんです。その時の、総理大臣の名前知らなかったのはね、他の43人はちゃんと知ってるんですよね、それぐらい僕は無知でした。全くほんで一生懸命社会のことに目を向けなきゃいけないと思ってね、歴史とかね、政治とか経済とか、なんかこう新聞ちゃんと読んでとかね、一生懸命いつも思ってたんですよ。でもね、全然頭に入らない、全く頭に入らないんですね。で、なんでなのかずっと思ってたんですけど、どうやらね、僕はあまりにも敏感だったらしいんですよ。あまりにも敏感だから、社会のことを見てるともう絶望しかないんですよね。自分の心の中だけでももう絶望に満ち満ちてたからね。で、親の姿とか周りの人たちの心の中をちょっと垣間見るだけでもね、もう生きてられないわけです。これの上にね、なおかつね、歴史全体、世の中の歴史ね、世界とか日本の歴史とか戦争の歴史、どの国の強い国がどういうふうに弱い国を痛めつけてきたか、今現在どうなのか、ね、でこの何十年間、あるいは何百年間、何千年間、何万年間と、どういう国がどのように弱い国を痛めつけてきたか、あるいはね、そういうようなことも含めて考えると、もう絶望しかなかったですね。もう自分の心の中、周りの人、自分の親の姿を見るだけでももう絶望、もう絶望しきってましたから。ですから、これにプラスして、まだなおかつ歴史とか政治とか経済のことを知ってね、ほんで絶望を深める心の余裕が全くなかったですね。でね、ほんの数年前からやっとね、ほんの数年前、あるいは10年ぐらい前かな、だいぶ年取ってからやっとね、いくらか自分の精神的な苦しみがある程度ね、解消されたわけでもないし、解決したわけじゃないんだけども、若い時、10代、20代、30代、40代、50代に比べたらね、いくらか、まあ、50代、60代っていうのは少しはマシだったんですね。少しはマシだった、少しは世の中
見る余裕が出てきたんですよね。自分の苦しみ以外に、自分の苦しみはある程度はね、もうこうある程度は開き直ったというかね、うん、まだ未だに苦しいことは苦しいけども、どうやら自分の苦しみの原因はこういうことだったらしいなっていうことが分かってくるんですよね。あの50代60代になってくると、僕の場合はですよ、他の人はどうか知りませんが、僕の場合はそんな気がしたんです。40代まではね、もう訳が分からなかった。ある程度分かったつもりだけども、やっぱりね、50代60代の時に比べるとやっぱりね、まだ分からなかったですね。もうあの青春時代の真ん中は胸に棘刺すことばかりって言いますけども、ともかく20代30代それからね40代に至るまでやっぱり苦しみ、ものすごく苦しすぎるんですよね。ですから、あの誰でもそうだと思いますが、僕だけじゃなくてね、まあ、いやいや他の人たちの方がもっともっと苦しんでるでしょうけど、僕なんかねまだ苦しんでない方なのかもしれませんけど、ね、自殺未遂を何回も繰り返してる人とかね、あの親から毎日本当の意味で暴力を受け続けている人、親がアウト中の人ね、あの、親から毎日ご飯は食べさせてもらえないで結局は殺されちゃうような子供もいるわけでしょ。そんなに比べると僕はものすごく恵まれてますからね、うん、僕の苦しみなんかそういう人たちの苦しみに比べたら知れてるんでしょう、うん、そういうふうに、たかが知れてる悩みしか持ってないはずの僕でさえね、やっぱりね耐えられなかったですから僕は、うん、で、ほんでまあともかく僕が言いたかったのは、 ある程度年を取って50代60代になってやっと社会に目を向けるようになったんですよね。で、まあ社会について歴史とか政治とか経済ね、ずっと見るんです。で、大きな国アメリカとかイギリスとかフランスとかドイツ、ね、大きな国が小さな国をどのように、処遇してきたか、まあ悪く言えばどのようにあしらってきたか、どのように痛めつけてきたかで、弱い国は弱い国でまた弱い国同士で痛めつけ合う、弱い国の中で人々が痛めつけ合ってる、ね、弱い国の中で強い人が弱い人を痛めつける、で今度弱い人は弱い人で弱い人同士でまた痛めつけ合う、弱い人のね、ものすごく弱い国の、ものすごく貧乏な国の、その中でね、その家族の中で親がこう痛めつけたりね、子供がこう子供を痛めつけたり、旦那があの奥さんを痛めつけたり、その逆であったりね、奥さん同士で痛めつけあったり、旦那同士で痛めつけあったりね、で旦那は旦那で外で働いたらまた、あね、あの雇い主から痛めつけられるね、で同僚同士で痛めつけ合って、国の中で痛めつけ合うわけでしょ。黒人、白人から黒人は痛めつけられる、黒人はじゃあ黒人同士でまた痛めつけ合う、ね、金持ちがあの貧乏人を痛めつけて、貧乏人は貧乏人同士で痛めつけ合うんですよね、うん、結局ね人間はあの皆さんよくもう最初から分かっている通り、あの人間は別の人間を痛めつけながらでないと生きていけないんですよね。僕もできるだけ人を痛めつけないでおこうと思って、そうして痛めつけることは人を痛めつけながらでないと、僕はやっぱり僕も人間だから、僕もなんとかギリギリ、生き続けよう、そしてなんとかギリギリ自殺しないで、あるいはなんとかギリギリ発狂しないで、気が狂わないで生きておこうと思ったら、知らず知らずのうちに僕は他の人を痛めつけてるんですよね。人を痛めつけないと僕は正気が保てないんです。いや僕だけじゃない、みんなそうなんですね、みんなそうなんです。あのあるいは精神的に人間を痛めつけなくてもね、例えばの話、僕はねこうしただけで僕は何百万匹というバクテリアを殺してるかもしれないんですよ。ね、ここで手を洗うでしょ。生きるために手を洗いますね。何百万匹、何千万匹というバクテリアを洗い流して殺してるかもわからないんですよ。ね、でしょ。
まあしかしそれについてはね、ちょっと他の動物たちについてはね、一応まあまずは考えないでおこう。まああの、はっきりとなんか分かる場合は別ですよ。例えば話、目の前で誰か悪ガキがね、あるいは大人が犬をいじめてるとしてる、それは犬をいじめてはいけないよとこういうことができる。もっと違うこと、例えば話、僕らは動物をたあの生きるために動物を食べてますね。で動物を虐待しながら生きてるわけですよ。でね、僕はあの、前も言ったけども、ほんの1年半前まではね、動物を僕らはいかに痛めつけてるかということを知らなかったんです。動物を、ね、あの屠殺場で一瞬にして殺してあげてるんだと思ってたんですよね。だからまあ確かにね、殺しながら、動物を殺しながら食べるということは良くないことかもしれないけども、しかし僕ら人間は生きるために仕方なく動物を殺す。その代わり動物に感謝しながらね、で、すまんなということで一瞬にしてできるだけプスッとね、一瞬にして殺してあげるようにする。そして、まあ、できるだけ僕らは犯している罪を少しでもね、最小限度に食い止めながら生きてると思ってたんです。ところが屠殺場の人たちはものすごくね、わざと苦しめてるんですよ。わざと屠殺場、それから養鶏場ね、その他いろんなとこでわざと苦しめてるんです。なんでそのことするのか、なんでわざと苦しめてるのか、あのわざとね、何時間もかけてゆっくりゆっくりなぶり殺すんですよ、ね、なんでそのことするのか。屠殺場で働いてる人たちみんないい人とは限らないんですよね。むしろ悪い人が多いかもしれない。いや、そういう人たちだけじゃない、人間みんな結局ストレス抱えて生きてるわけでしょ。で、いろんな人に痛めつけられて、で、生きてるのが苦しいわけですね。いろんなものに対する恨みがあるんです。世間に対する恨み、その恨みをね、誰かにぶつけないではいられない。で、たまたま動物がいたら、その動物を痛めつけることによって解消しようとするんです。だから屠殺場の人たちもね、人間の弱さのゆえにね、わざと動物を苦しめるんですよね。そんなことしながら生きてるわけです。で、僕らはそういう方に殴り殺された、何時間もかけてゆっくり殺された、これ苦しんで死んでいった動物たちを僕らは食べてたんです。少なくとも僕は1年半までずっと食べてたんです。で、1年半前にそれに気がついてね、動物食べるのは一応基本的にはやめたんですけどね、100% ではないけども、まあ、98% ぐらいまでのビーガン、ね、になったんですけど、まあ、それをともとして、うんとね、まあ、でも動物だけじゃなくて、まあ、人間を痛めつけながら、生きてるわけですよ、ね、で、僕も、いいことをしてたつもりだけども、結局は結果的にね、人を痛めつけながら生きてきたんですよ、ね、で、かといって、じゃあもう人を苦しめたり動物を苦しめたりするのはもうつくづく嫌だからね、じゃあせめて自殺しようと思っても、自殺する方がまた大変なんですよね。自殺したらまた人を傷つけるしね、人を残された人は自分のせいでこの人は自殺したんじゃないかなとかね、なんでこの人をこんなにまで自殺するまで放っておいてしまったんだろうって、周りの人を罪の意識感じますよね、特に親はね。で、まだ自殺する本人も苦しいですよね。自殺する、決心するのもまた大変ですよ。次、実はなるべくね、成功しやすい、うまく自殺できる方法を見つけるの大変ですよ、こんな世の中ね。できるだけ自殺を食い止めようなんてね、バカな考え方をみんな持ってますから。だから安楽死が認められない限りはね、やっぱり自殺って難しいんですよね。で、ほんでまた本人もね、自殺する時の仮に痛くなくてもね、自分が消えていく、死ぬということそのもの、もし全く苦しみ、痛みがなくてもね、苦痛が全くなくても死ぬことそのものがものすごく怖いという。多いみたいですね。
僕は割と比較的ね、そんなに怖くない方なんですが、それでもね、やっぱりね、やっぱりね、なんていうのかな、ほっと気がついた時には、やっぱりね、いろいろとものすごく傷ついて生きてきたわけですよ。ふっと気がついた時はね、あ、俺なんで生きてるのかなと思った時には、もうすでに傷ついて生きてるんですよ。それまで 何年も何十年も傷ついて生きてしまった。じゃあね、もうちょっとだけ生きてね、この恨みを晴らしてやろうと思いませんか。僕は少なくともそう思いました。恨みを晴らすまでは死ねないよとかね。で、恨みを晴らすって具体的に誰かをね、殴り殺して、いら恨みを晴らすんじゃなくてね、まあそういう方法もありますが、そういう、まあ、テロリストのいたこととかね、シリアルキラーというかね、殺し屋とかいうようなことを暴力によって恨みを晴らすんじゃなくて、僕の場合はね、なんか暴力を振るわないで、なんていうのかな、で具体的に 誰に恨みがあるかって言ったって、前言ったら人類全体に恨みがあるわけですから、ね、人類が生きていることにそのものに恨みがある。でもし強いて言えばね、神様の恨みがあるわけでね、よくもこんな俺たちをこんな風なね、こんな豚小屋みたいなところによく乱したなお前って言いたくなりますね。でもし恨みがあるとしたら神様に恨みがある、あるいはもし人間に対してだったら人類全体に恨みがある、あるいは人類の構造そのものに恨みがあるというか、宇宙そのものに恨みがあるというかね、そんな感じですからね、何か特定の誰かに恨みがあるわけじゃないんですよね。原爆を落としたアメリカが恨んだとしてもね、アメリカの具体的に誰を恨むかって言って、アメリカ人全体じゃないし、やっぱりアメリカでもね、いろんな人がいて、金持ちとかいろいろいますよね。むしろ大統領をはじめ、アメリカの当時の大統領をはじめとする一部のね、有力者たちに恨みがある。でもその人たちはその人たちではまた別の人たちから見た目つけるなんて、結果そんな風になったんだよ。あるいはね、うん、まあ例えばの話ね、親のせいで気が傷ついたとしても、親は親でね、またその親のまた先祖から痛めつけられてきたわけでね、みんな痛めつけられてきたんですよ。で、順繰りでね、お互いに痛めつけあってね、ほんでそのぐる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 回って、人類全体から僕も痛めつけられたわけです。で、他の人たちもね、人類全体から痛めつけられたわけですね。まあ言うたら人類はみんな押し合いへし合いでね、この地球上で押し合いへし合いして生きてるわけでしょ。で、押し合いへし合いして、誰から押されてるのかわからないけど、人類全体からなんか押して押されて、自分は押し潰されたわけです。僕だけじゃなくてみんなそうです。みんなお互い、みんなこう押し潰されて生きてるけども、具体的に誰が押したんだって言っても、ね、この人だって言っても、この人はまた別の人から押されてるわけですよ。この人はまた別の人から押し潰された。この人はまたね、こういう順番に、なんていうのかな、ね、食物連鎖と一緒でね、チェーンみたいになってるわけでしょ。で、誰か具体的に誰かが悪いんじゃないんですよ。みんなは、前言ったら人類が悪いんですよ。人類全体が。地球そのものが悪いというか、人類そのものが悪いというか、強いて言えば宇宙全体が、あるいは神様が悪いというかね、そういうような感じでしょ、ね。だから具体的に誰かが悪いわけじゃないですよ。また同じように僕も自分も悪いわけですよ、ね。みんな悪いんです。自分も含めて。で、どうするか。もし人類全体が悪いとしたらね、人類全体を爆破するといいんですけどね。けどなかなかね、人類全体を爆破することはね、誰もできませんよね。で、生き続けたいと思っている人もいますからね。で、仮に僕がね、アメリカの大統領かなんかでスイッチ一つで、人類のね、核戦争を起こすことができたとしてもね、やっぱりためらうでしょうね。やっぱりね、どんなに人類の恨みがあってもね、やっぱりね、もうちょっと後回しにしようかなっていう感じで、結局は押せないでしょうね、ボタンをね。いろいろと世の中に恨みがあるから、
ためらいもなく俺は押すぞって思ってるけどね。でも僕が本当に大統領になったらそのやっぱり押せないでしょうね、 誰だって、うん、でさっきも言ったように結局最初の問題なんだけど、やっぱりね今まで我慢して生きてしまったんですよね、何十年も。それだったらもう少しだけもうちょっと我慢して生きてね、恨みを晴らしたいと思いますよね。恨みを晴らすって言ったら具体的にどういうことかというと、少しでも自分が立派な人間になってね、で世間を見返してやるぞというやつやですよ。ではね、自分を痛めつけてきた世間を見返してやるぞと。で具体的に誰に対して 誰を見返すのか分かりませんよ。世間を見返して具体的に誰を見返すわけって言うね、別に誰かを見返すわけでもない。でね、世間は何とも思ってないです。僕が仮にいくら立派になったって、まあ、周りの世間は何も思いませんよ、そんなの。ね、何も思いませんよ。何とも思いませんよね。だからそのことしたって仕方がないんですけどね。でも僕は結局、なんかすごい成長意欲というかね、何かやらないではいられない人間ですからね。特に僕の場合は、ひたすら、ただひたすら学問がしたくて仕方がなかったから。学問を通して、まあ、大したことできないんですよ、僕もね。僕もというか僕はできないんですよ。で頭は大して良くもなんともないですからね。ああ、ここへ本並べてますけどね。本はたくさん買ってますけどね。ろくに読めてません。本当、ろくに読めてません。読めないですよね。頭悪くてろくに読めないんですよ。たくさん並べてますけど、特に洋書ばっかり並べてます。日本語の本はまともにないです。洋書ばっかりになるんで、なんで洋書読むわけっていうのね、無理してるんですよ、要は。なんで日本みたいなね、英語なんて必要のない国でね、いてですよ、しかも大阪みたいなね、特に外国人、東京に比べたら外国人もいない。普段英語で喋ってるわけでもないのに、なんか知らんけど、僕は YouTube で英語ばっかり聞いてるしね、英語でなんか政治の話とかなんか、歴史とか、なんかその話ばっかりで、4本、歴史とか政治とかね、なんか文学とか、なんかちょっと難しい文学とかね、言語学めいたものとか、なんかいつも英語で読んでるんですよ。なんで英語で読むわけっていう感じね。なんで日本語で読まないの。だから意地張ってるんですよ。何が何でもね、自分は。やっぱりね、この日常性が嫌いなんですよ。日常が嫌い、普通の生活が嫌で仕方ない。日常から離れていたいんですかね。じゃあ英語はそんなにやりたいんだったら、英語は好きなのかって、英語は別に好きなわけじゃないですよ。第一ね、原爆を起こした、日本に原爆を落としたね、日航機がアメリカの英語でしょ。なんでそんなもんが好きになるわけないですよ。言ってみればね、あいつらの一番汚い面をね探るために英語を勉強したのかもしれませんね。それと同時に、この日本に住んでるというこの日常性から常に遊離していたかった、いつも離れていたかったんですね。日本に住んでいながらも、で日本もう歴史として 100% の日本人として生きてる。周りの人は日本人ばかり、日本語で喋って生きていたんですよ。ほんでほとんど外国にはあんまり行かないで、少しは行きましたけどね、行かないで日本に住んでて日本語で喋って生きてきたわけですよ。別に外国人の友達もいないわけですよ、ね、それなのに普段英語で情報を得るときは英語ばっかり、で本を読むときは英語ばっかり、英語で読むわけですよ。英語で歴史の本を読んだり、英語でなんか政治めいたね、ちょっと難しいけど、よく分かっ、僕は大して理解できてないけど、まあ、政治関係の本を英語で読んだり してるわけですよ。ろくに分かりもしないくせに、ね、でなんでそのことするのか、結局もがいてるんですよ。でなんでもがくのか、そうすることによってやっと、そうやって自分をまあ言ったらね、
自分の能力の限界まで常に挑戦しながらひいひい言いながら生きてて、やっと生きてる実感が湧くというかね、そんな感じで、まあそういうふうに生きていないと生きた心地がしない。そういうふうにしないと、まあ日常性の中に埋没するともう気が狂うというか、うん、まあ生きてることが退屈でなんですよね、要はね。普通に生きてると退屈で仕方がない。普通に楽しんでると退屈で仕方ない。大事なんか食べたって、僕はあの食べ物に無頓着というか、まあ食べたって食べて美味しいと思わないしね。他のなんか楽しみというのをあまりにも少ないしね。うん、僕は物を、快楽のインポテンツという言葉があるけど、その何斜陽、太宰治の斜陽ね、太宰治の斜陽というこう倒れていくっていう斜陽ね、斜陽ってあの太陽が落ちていくあの斜陽ですよ。日没という意味の斜陽かな。うん、斜陽という小説ありますね。あの中で直次という人が出てきますが、直次が自殺するときにお姉さんに対して遺書を書いてます。で、姉さんダメだ、僕は先に行くよ。先に行くっていうのは先に死ぬよという意味ね。先に行くよって言ってるんですよね。で、僕はね、なんだかんだ書いてあって、僕はね、一生懸命遊ぼうとして一生懸命遊んでた、必死で遊んでた。でもね、僕は遊んでてもね、ちっとも楽しくなかったんだよ、お姉さん。僕は快楽のインポテンツかもしれないって言ってます。言ってますね。快楽のインポテンツ。だから快楽、楽しいとはどうしても思えないタイプ。一生懸命遊んでるんだけども、必死で遊んでるっていう感じで、全然楽しいと思ってないって言いますね。僕もなんかそんな感じがします。なんか何やっても楽しくないんですよね。で、だからせめて自分で自分の能力の限界までひいひい言いながら大変な思いしてね、苦しい思いしながら、なんかもうろくに分かりもせないのに必死で勉強してね、で、ろくに喋るもしない英語で喋って、ろくに読めない英語で物を読んで、ろくに分かりもしない政治の本を読んだりね、それしかもそれを英語で読むんですよ。その方が哲学めいたと思うとか、文学でもなんかシェイクスピアはろくに分かりもしないくせにね、読むわけですよ。で、無理してるわけです。でそんな風にして僕はこの64歳までずっと生きてきました。まあそういう僕はそういう人間です。というわけでこのビデオはね、以前と違ってね、なんか30分で切れるんですよね、これね。だからあとね、あと3分ぐらいで切れるっていうふうに書いてます。だからね、あと3分以内にで喋り終わりますね。一旦少なくともこれでこのビデオは終わりますけどね。で、まあでもいつもの通り台本も何もなしにぶっつけ本番で喋りましたが、なんていうのかな、なんていうのかな、まとまりない話で申し訳ないですけどね、僕なりにまあこれでも誠意を尽くして皆さんと向き合って喋ってるつもりです。わざと台本を持たないで喋るのは、これもこれでね、僕なりの考えがあって、結局ぶっつけ本番でね、台本ない方が自然な僕が出るんじゃないかね。僕の本来の昔からの本音がね、ぶっつけ本番で喋ることによって出てくるんじゃないかとね。一種のこの自由連想法、フリーアソシエーションというやつね。自由連想法に基づいて、こう自由にね、あるいはこう、ストリームオブコンシャスネス、すなわち、あれなんていうの、意識の流れみたいな感じでね、自分のこう意識が流れるままにスーッと喋っていったらね、自分の本音がそのまま出てくるんじゃないかと。それが一番いいのじゃないか。少なくとも、それもまたいいんじゃないかとね。きちんと台本に用意して、できちんと編集してね、無駄なものを省いてね、あと1分か、もうすぐ切れますからね。途中でブチッと切れると思いますけど、ごめんなさいね。で、切れるまではしゃべりますね。で、まあ、そういう形で
こういう風な形で喋るのもまたいいんじゃないかと。ほんで編集したくても僕編集する能力がないから、だからね、編集もしないでこういう形でね、またビデオ発表しますけど、これもまたいいんじゃないかと、ね、まあ、ともかくいつ切れるかわからないけど、まあ自滅とかね、自殺とか拒食症とかね、で、カッティングっていうのかな、リストカットとか自傷行為とか自滅行為、自滅的な人、ね、破滅的な人に対して僕は、一言言いたいですけど、まあ自分もどうか受け入れてくださいって言ったって無理か僕自身もそういう人間だったんですけども、自分自身がどうしても受け入れられなかったです。でもそれなりにね、64歳までなんとか生きてきました。でまあいつもこんな自分を早く死ねばいいのにと思うけども、それでも死ぬまではやっぱり前のめりで生きないと気が済まない。これでもうすぐ切れる。ほんでね、生きてる間は前のめりに、必死のパンチで生きないと気が済まないタイプです。だから生きてる間は必死で働きで、できるだけ合間に時間を作って必死で勉強して、あれ世の中について人生について考えます。自分について心の奥底までえぐって